静鉄ジャストライン委託路線の車両藤枝市自主運行バスは静岡県藤枝市が運行するコミュニティバス、廃止代替バス、乗り合いタクシーの総称。静鉄ジャストライン岡部遠慮所、吉田観光、ふるさと瀬戸谷、キングタクシー静岡、製鉄タクシーに運行を委託している。2001年10月1日運行開始。従来の藤枝市内の路線に加え、 2009年1月1日に、岡部町を合併したため、岡部町営バスを引き継ぎ、朝日な線として運行している。また、藤枝駅と静岡空港を結ぶ、藤枝市富士山静岡空港アクセスバスを2015年6月21日より、運行開始した。静鉄ジャストライン、編集静鉄ジャストライン委託路線士枝市富士山静岡、空港アクセスバス駅南循環。 全財門線駅南循環を押す小学校線、朝比奈線藤枝市富士山静岡空港アクセスバス、吉田観光、編集藤枝駅由楽線ふるさと瀬戸谷、編集大久保城滝沢線、乗り合いタクシー、編集藤枝平島線藤枝駅南循環線、藤枝市立病院線大手市立病院線上南、平島線藤枝岡部線西合図駅、 水森線藤枝駅、水森線 A 区間、B 区間、朝比奈線岡部地区、朝比奈地区 A 区間、B 区間その他の路線駅南循間、全座江門線、駅南循間を押小学校線藤枝市藤山、静岡空港アクセスバス元静、鉄ジャストラインの自治体払い下げ車両に、流星号という愛称をつけて使用していたが、経年のため廃車され、現在は全室の、 藤枝市自主運行バス専用車両と同型の日のポンチョが使用されている。運行開始当初は、朝日な線と同様に元しず、鉄ジャストラインの自治体払い下げ車両に、セセラギという愛称をつけて使用していたが、2009年4月1日に委託先が変更されて、以降は、トヨタハイエースを使用し、瀬戸屋地区の特産品椎茸を使った、ご当地グルメ、瀬戸屋コロッケのラッピングを施した。 コロッケバスとして運行している。藤枝市富士山静岡空港アクセスバス。藤枝市公式サイト藤枝駅と空港を結ぶ、アクセスバス運行開始。富士山静岡空港公式サイトハット AB 当時の、道路運送法、第21条、第2項に基づく運行。市町村運営優勝運送、中静か志向第3号。市町村運営優勝運送、中静か志向 第2号広報藤枝平成21年7月5日号 P12 乗り合いバス藤枝駅公用大線運行のご案内 ABCDEFG 精進運賃は通常は小学生まで本日の1枚ボリューム32静鉄ジャストライン公式 Facebook 2016年4月24日ありがとうございます